銀座6、中川製七商店株式会社中、川正奈商店は、生活雑貨工芸品の製造小売業。工芸メーカーへのコンサルティング業も行っている。京方元年に、現在の奈良県で創業した。京方元年に奈良猿市の問屋業として、中屋秋平によって創立。明治31年には、三越を通じて奈良猿市が区内省御用市に、指定される。 大正14年のパリ万国博覧会に出展する。昭和14年に合資会社中、川正七商店を設立する。昭和58年には株式会社となる。2002年、後継者である中川厚氏は富士通を退社し、中川製七商店に入社する。この時、中川製七商店には生産管理の概念が存在しなかったことに、中川は驚いた。 一例で言うと、製造に手間がかかるという理由で、売れす受賞品の製造量を減らし、売れない商品ばかり生産されていたという。また、企業ビジョンもなく、問屋から言われるままに、工芸品を生産するだけで、経営も存在しなかった。中川は、2003年に、自社ブランド、生きキ,キサラを立ち上げ、顧客に、美しい暮らしを届けることを目標に、 デザインやコピーに反映させるとともに、全国の商業施設に自社店舗を出展した。2008年に中川は13代、中川製7の名跡を継いで社長就任し、朝織物の製造卸売業から生活雑貨工芸品の製造工売業へと業態転換を図る。工芸業界発の製造工売業態が評価され、2015年度ポーター賞を受賞する。 なお、中川が社長に就任してから2016年までで売上高は10倍以上に増えている。2016年に東京オフィスを設立。奈良の本社と行き来が増えたことから書類のペーパーーレス化を推進する。日本の工芸を元気にする。都市、工芸品に関わる他のメーカーや産地が補助金に頼らずに黒字経営化し、 経済的な自立や工芸メーカーとしてのものづくりの誇りを取り戻すことを目標に掲げており、2009年からはコンサルティング業も行っている。ありがとうございます。